競馬開催2日目最終レース第12競争です。浦和2000ラウンド串なし特別 C2 選抜馬 2000m 1頭で争われます。今回祭の浦和競馬大糸のファンタスティックリレーで行われています。開催3日目はあさって木曜日です。あさってそしてその後金曜日と今週の木曜金曜と開催1日目4日目のレースが行われます。3日目以降もご参加お待ちしています。今日の最終第12レース10頭がゲートに揃います。枠入り完了。スタートしました。バラついた飛び出しです。出が良かったのは8番西野満天、2番西野ロゼ、2頭で並んで先行。離れた3番手に7番バローロフレイバー、4番手以下の集団から1番フェルカノス、3番琉球カリー前を追っていきました。やや遅れまして後方グループに9番の SG リカちゃん、内並んできた5番アトラクティッド、さらに後ろはバラケテ4番ノースピラソーレ、6番竜のワシントン、10番ビオロンスコッツ、しんがりです。縦長1回目の4コーナー、先頭2番西野ロゼ、1番手下8番西野満天、これが2番手スタート前出てきました。3番手やや倒れて7番バローロフレイバーです。この後ろは接近が1番メルカド、4番手内内5番アトラクティッド、外に並んで3番琉球カリー、この辺りが4番手中間となりました。あと離れまして9番 SG リカちゃん、遅れて後方で4番のスジラソーレの外に6番ニューノアシントス、しんがり10番ビオロンスコッツ、線を切ります。前は2頭並んでやや3番手を離しています。先頭わずかに2番西野ロゼ、並んで8番西野満天、ほとんど差がなくなりました。2番手に手が動き始めた3番手が7番バローロフレイバー、さらに2番手に反差1番フェルカド、3番琉球カリー並んでいます。この後ろも2頭並んで追い上げようというのが9番 SG リカちゃん、並んで5番アトラクティッド、4番手以下のグループが固まってきました。あと4番ノースピラソーレ、6番リュードワシントン、後方が大きく離れて10番ビオロンスコッツ、前は3コーナー、先頭を抜け出したのが8番西野満天です。7番バローロフレイバーが2番手、先頭との差2番手半、3番手から追ってきた6番リュードワシントン、9番 SG リカちゃん、この後ろで手が動いています。あとは下がった2番西野ロゼに代わって1番フェルカド、5番アトラクティッド前を追ってくる。4コーナーから得点、先頭8番西野満天は突き上がってリード3番手、最後差し切ったのは6番リュードワシントン、一緒に乗った9番 SG リカちゃん、最後2番手に上がって直線に向いて後続を突き放していた8番西野満天は3番手、2番手と差のない3番手に遅れました。7番バローロフレイバー、4番手、5番手1番フェルカドです。勝ったのは6番リュードワシントン、直線外から差し切り、前を行った8番西野満天を捉え切りました。一緒に伸びた9番 SG リカちゃん、これが最後2番手に上がりまして、足らない体勢ですが8番西野満天、内側よく粘っていましたが3番手です。浦和競馬最終第12競争、着順払い戻し